はい、どうも皆さんこんにちは、あっくんちです。本日はですね、またジープレネゲードについてお話ししてみたいと思います。先日上げた動画の方で、我が家のジープレネゲードをちょうどですね、購入から1年が経ちまして、1年点検の方ね、ディーラーさんで行っていただいたんですけれども、まあね、おおむね無事に点検の方も終えることができました。で、これまでね、このチャンネル、あっくんちのチャンネルの方でもレネゲードについていろいろと、まあ、上げてきたわけですけれども、そのね、動画をお送りする中でいろいろとコメントの方もですね、だいぶいただくようになっていて、まあ、いろんなご質問ありまして、で、そのコメントの方でお答えした内容ですね、せっかくなんで今回ですね、まとめてこの動画の方でも改めてですね、お答えしていきたいと思っています。で、またね、この1年経ってですね、まあ、当初いただいたコメントなんかはそれからちょっと間が空いてたりして、またね、新しい情報なんかもあったりすると思うんで、そういったものもね、今回は付け加えてお話できたらと思います。はい、では早速ですね、質問コメントの方をご紹介していきたいと思います。ではですね、せっかくなんで、まあ、最初のね、当初の方からお答えしていきたいと思います。まず一つ目なんですが、こちらですね、以前あっくんち車を買う納車編という動画の方でコメントをいただいております。一目惚れして買いたい気持ちがあるのですが、子育てを考えるとリアシートの広さやサイズ感などでなかなか優先順位を上げられないでいます。そんな中でも興味深い動画でした。実際に購入してからの感想など動画もぜひお願いします、ということで、これに関してはですね、やっぱりレネゲードどんぐらい広さがあるのかなと、うちもそうなんですが、ファミリーカーとして、乗るにはちょっとそのサイズ感っていうのは結構気になるポイント、上位になるかと思うんですけれども、ファミリーカーとしてですね、この車乗っていく上でですね、特段サイズというのは気にならないといいますか、どちらかといえば車の車体の幅が結構広いので、割と悠々座れているかなという印象があります。特にですね、前の座席、運転席と助手席に関しては足元かなりスペースがあります。で、後部座席についても結構シートがですね、後ろに行くにつれて結構斜めにこう下がっているので、足元が広く感じやすい構造になっていると思います。ただ後部座席に関してはリクライニングというのがついてないので、その点ですね、ちょっと自分の座りやすい角度っていうのがある方なんていうのはちょっと工夫してですね、腰にクッションを当てたりだとかして座るとさらに座りやすくなるのかなと思います。ただ座りづらいとかそういうことは全くないんで、そこら辺は心配ないと思います。はい、では次の質問なんですが、ルックスはめっちゃかっこよくて好きだけど、どうしても内装とかインフォテインメント系は日本車に軍配が上がってしまうんだよな、故障とかはないですか、ということなんですが、まあ確かにね、日本車って室内内装なんかは結構快適にですね、乗車空間っていうのはすごいこだわっている車が、日本の車は多いと思うんですけれども、レネゲードに関してもですね、まあ、見た目シンプルではあるんですけれども、要所要所細かいところがこだわりがあったりとかしてですね、どちらかというと、まあ、前の動画でも話してるんですけども、シンプルなんですけど結構上質な作りになっています。で、こちらのですね、コメントには他の視聴者の方からもちょっと感想といいますか、お話しいただいておりまして、内装に関しては質素に見えるかもしれませんが、実際の質感はソフト素材を前面に多く使用されていたり、スイッチ周りのプラスチック素材も日本車に使用されているプラと違い、厚みのあるしっかりしたものを使用されているので、実際に見て触ってみると違いが分かりますよと、コメントいただいているんですけれども、まあ実際に本当にこの通りでですね、フロントのこのダッシュボードのところなんかは普通のプラスチックじゃなくてちょっとソフトなですね、素材使ってたり、結構細かいところやっぱりこだわってるっていうところがですね、あるので、実際ですね、ぜひちょっと乗って試乗してみたりされるとよく分かるかなと、実感できるかなと思います。
で、まあルックスに関してはですね、このコメントでもいただいている通りに、本当にねアメリカの車、アウトドア車っていうですね、もうイメージが、ジープの中でも一番コンパクトな車種ですけれども、それがですねレネゲードらしさっていうのがしっかりと伝わってくるようなルックスをしていると思います。で、今度このコメントの中の故障とかはないですかというところなんですが、先ほどお話しした通り今回1年点検というのを迎えまして、1点ですね細かい部品のところで故障とまではいかないんですけれども、ちょっと交換した方がいい部品があるということで、その交換の方はさせていただきましたが、その他はですね概ね故障などもなく快適に乗れています。で、今後に関してもですね、故障とかあればその都度ですねまた動画にしてお送りしていきたいと思うので、このチャンネルですね定期的にご覧いただければなと思います。次ですね、このレネゲードに関してブレーキのですね鳴きがあるというお話があるらしくですね、でこのブレーキの鳴きっていうのはおそらくブレーキを踏んだ時にキーっていうような音が鳴る症状があるっていう話があるようなんですが、こちらに関して自分の乗っているレネゲードに関しては今のところそのような症状が出てないというのと、こちらもですね回答いただいているんですが、ブレーキの鳴きについては2018年式以降は改善処置されているので安心してくださいということで、そうですね、うち買ったのが2019年なので、おそらくそこら辺が改善された型式なんだと思います。なのでね、今回これからですねレネゲード購入検討されている方に関してはここら辺は問題ないのかなと思います。あとこちらはですね、燃費はどれくらいですかという質問ですが、やはりねファミリーカーとしての利用を想定されていると燃費っていうのは一つポイントになってくると思います。確かにねレネゲードに限らずジープ乗ってる方は結構燃費なんて気にしないよっていう方もいるかと思うんですが、うちもね購入前は実際ちょっと燃費どれくらいなのかなとかって調べたりもしましたが、実際乗ってみてですね、ジープレネゲードロンジチュードっていうグレードで普段ですね街乗りがやっぱりメインになるんですが、街乗りでこの車廃屋なんですけれども、リッター11キロぐらいですね、リッター11キロちょっと行くぐらいだと思います。で、廃屋っていうとねやっぱりレギュラーに比べて価格はちょっと単価が上がるんですけれども、一つですね、ライフハックというかお話紹介させていただきますと、我が家ですと、よくですねコストコを利用しているんですが、コストコに実はガソリンスタンドっていうのが併設されていまして、こちらのガソリンスタンドがですね街中のスタンドよりも価格単価がちょっと低いんですね。ちょっとっていうか結構低いです。なので目安で言うとだいたい廃屋が街中のレギュラーぐらいの価格で入れられるんで、それをうまく利用してですねコストコを行くついでにガソリンを入れていくといった形でうちは活用しています。で、前のね乗っていたホンダのモビリオスパイクって結構もう古い車なんですけれども、そちらもだいたいリッターですねレギュラーで11、2キロぐらいだったんで、だいたい燃費的には前乗ってた車とほぼ変わらないかなといった感じで乗れています。で、ちょっと話がですね関連して逸れてしまうんですけれども、ジープの方ですね、海外ですと、今回ですねジープ初の PHV の、車種が今後登場するということらしくて、実証テストをイタリアで始められたそうです。で、このですねジープ初の PHV の車種採用されるのがなんとこのレネゲードの方で、まず初めに採用が進められるようです。ちょっとねこれネットの記事を見ながら話してるんで、そこまで詳しく知ってるわけではないんですが、海外でまずはこちらがですね始まるということで、イタリアかで、イタリアって多分このレネゲードがフィアットがベースになってるっていうこともあるので、もしかしたらそこら辺の兼ね合いがあるのかもしれないですね。で、今後、おそらく海外から PHV のジープが出だして、もしかしたらしばらくして日本にも来るのかもしれないですね。で、ここら辺に関してはですねネットの方で気になる方は調べていただくといろいろと記事が出てくると思いますのでご覧になってください。はい、では次の質問ですね。現在ロンジチュードもしくはリミテッドの購入を検討しておりまして質問がございます。
ロンジチュードですとナビが U コネクトかと思いますが、スマホ接続等の面倒はありますでしょうか、ということで、ジープに関しては U コネクトというモニターシステムを採用しているので、基本的にナビ自体が車の中には内蔵されていないんですね。そのモニターの方にスマホを接続することで、スマホに入っているアプリケーションを利用できるといった形になっています。なのでスマホに入っているマップだったりカーナビだったりっていうのを利用できるんですが、この接続については USB ケーブルなどを利用して接続することが可能です。こちらはですね、本当にスマホとケーブルを接続すればすぐにモニターの方に U コネクトシステムの方で選択をして立ち上げることができるので、接続に面倒というのは全くないですね。でさらにですね、最新のスペック表を見ると、自分の乗ってるロンジチュードっていうのはモニターが7インチになってまして、リミテッドとトレイルホークに関してはモニターサイズが 8.4 インチでやや大きくなります。でさらにですね、地上デジタルテレビチューナー12セグと1セグっていうのが搭載されているようなので、おそらくテレビも見れるんだと思います。こちらですね、やっぱ結構車の中でね、家族で乗ってるとテレビも見たいよっていう人もいると思うので、そういった方はリミテッドやトレイルホークっていうのも検討に上がってくるのかなと思います。ただこれに関してはですね、自分が乗っているロンジチュードにはついてない機能なので、詳しいことはネットの方だったりね、実際にディーラーの方に行ってスタッフの方に確認していただけると、いいと思います。はい、では次のご質問です。ロンジチュードはバックモニターや障害物の感知はもともと備わっていますか？奥さんも利用するので安全装備等も教えていただければ助かります、ということで、我が家もですね、妻の方がちょくちょくこの車乗ったりするんで、重要なポイントの一つなんですけれども、こちらバックモニターに関しては U コネクトのモニターの方に様子が映るので、こちらに関しては問題なく装備されています。そして次、障害物の感知に関しましては、これもですね、ロンジチュードから上のグレードまで全部標準で備わっている機能になりまして、自分も乗っている間で何回かその、ね、障害物感知で警報が鳴ったことがあるんですけども、おかげでですね、事故に至らずに済んだということで、大変助かっているんですけれども、かなり、まず大きい音が鳴って、本当に運転しててですね、みんな乗ってる人ビガッてするぐらいですね、大きい、警報が鳴ります。これはですね、本当に危険が迫ってるっていう時には本当に助かる機能なので、サポートとしては十分役割を果たしています。あと障害物の他にもですね、車線の逸脱警報システムだったりもあるので、本当に一通り基本的なサポートシステムっていうのはロンジチュードから、全て備わっています。はい、で次の質問なんですが、レネゲードの購入を検討しています。動画を見て購入欲がさらに増しています。ガラスコーティングはディーラーでやりましたか？できれば費用なども教えていただけると嬉しいです、というご質問なんですけれども、こちらですね、当初ディーラーで見積もりいただいてですね、ガラスコーティングもその際含めて見積もりいただいたんですが、その時の、見積もり額というのが、室内の確かシートのですね、コーティングも合わせて、ファブリックコーティングっていうんですかね、合わせてやってくれるっていう内容のもので、だいたい見積もり額10万円でした。でこちらですね、正直、汚れてしまうのは経年で、いずれは仕方ないのかなとも思っているので、ガラスコーティングだけですね、やることにしたんですが、こちらのガラスコーティングも、ディーラーさんに今回はお願いせずですね、キーパーラボっていうところですね、そこを利用して、違ったのは1年効果は持ちますよというですね、ガラスコーティングをキーパーラボさんでかけてもらって、だいたい2万円ちょっとぐらいだった気がします。でこちらですね、実際もう1年近く経つんですけど、ツヤは本当に、しっかりと保っているので、キーパーラボのその1年コーティングでも十分実用的といいますか、コスパはいいのかなと個人的には思っています。で
でまたねコーティングかけて1年経つので近いうちにまたやりに行こうかと思っているんですが、その際ですねまた動画にもしてみたいと思います。はい、で次のご質問です。こちらの方ですね20歳の新しいんですけれども、20歳でレネゲードの維持は大変でしょうか、また維持費を知りたいですということで、コメントいただいてます。こちらですね20歳で多分相当車が大好きなんだと思いますけれども、実は自分もですね前に乗っていた車ホンダのモビリオスパイクという車なんですが、こちらの車はその時もですねやはり新車で買ってます。で18の時にですね買いました。でその頃はですね仕事も今の仕事ではなくですね地元のドラッグストアの方に勤めててですね、お給料もまあ年齢並みかなっていうお給料でもらってやってたんですけども、まあ、車のねやっぱり維持費っていうのはそれなりにお金もかかってくるんで、まあ大変か大変じゃないかというと大変じゃないということはないという感じになるかと思うんですが、それでもですね車って本当に個々のね趣味だったりまあいろいろねその人にとってのその価値観っていうのがあると思うんで、年齢で車を買うか買わないかっていうのをですね年齢だけで決めてしまうのはちょっともったいないかなとも個人的には思ってます。なのでですね年齢関係なく本当にジープのレネゲードが大好きで、まあ他の車もそうですけども本当に車が大好きで日々乗っていきたいんだっていうんであれば買うに値するんじゃないのかなと思います。とはいつも、まあ維持費の方ですと、まあ、保険だったり駐車場代だったり月のガソリン代だったりっていうのがあるので、まあ、そこら辺ですね踏まえた上で、まあ、自分がですね無理なく日々ですね楽しく乗れる車を、選べたらいいのかなと思います。まあ、その中でねレネゲードというのはジープの中でも比較的価格帯が比較的というか一番価格帯的には低い車種になってくるので、まあ、これもですね検討の一つに上がってくるのかなと思います。でですねちょっと今すいません気づいたんですが、このコメントをいただいた方からですねその後彼女もいてまだ結婚とかも先で子供もまだ先なので CX3 買ってお金貯めて家族できたらレネゲード購入しようかと思います、ありがとうございますというコメントをですねいただいておりました。 CX3 もねかっこいいですよね。自分も実はレネゲードとですね並行してマツダの自分の方は CX8 だったんですけどもそちら検討してですね試乗なんかも実はしてたりしました。マツダもね国産車の中では本当に欧州っぽい雰囲気出ててかっこいい車だと思います。もうこちら CX3 もし乗ってたらですね、ぜひ彼女とですねいろんなとこお出かけしてみてください。はい次です。こちら B2 オーディオはリミテッドでもつけることは可能ですかという質問なんですが、こちらのですねジープレネゲードに関してはアメリカのオーディオメーカー Beats のですねオーディオシステムが搭載されておりまして、ただこの搭載されているグレードというのが限定されておりまして、それがロンジチュードになります。このですね Beats のオーディオがついてるっていうのも自分がロンジチュードを選択した理由の一つに上がるんですが、ただ確か前ですね見た情報だと限定使用者に関してはロンジチュード以外でも確かビーツオーディオとかついてるものがあったような気がします。ただ標準でついてるのはレネゲードに関してはロンジチュードになります。でこのですねオーディオの音なんですけれども前のレビュー動画にも上げてるんですが、割とバランスのいいですね低中高それぞれの音域バランスのいい音を出てまして、低音が効きすぎてこもったりとかっていうことはなくですねボーカルも聞きやすいですし高音もそれなりに伸びがあって聞きやすいです。キンキンしたりとかっていうことはないです。でそれに加えてですねもちろんそのユコネクト介してオーディオのそのイコライザーの部分は多少いじれるので、まあ、自分好みでですねカスタマイズすることも可能です。
はい、では次のコメントなんですが、こちらちょっとご質問という感じではないんですけれども、ご紹介させていただきます。レネゲードいいなと考えていますが、動画やブログなどであまりファミリーカーとして見かけなく、こちらの動画参考になります。ありがとうございます。今度もしよければ普段の家族でのドライブやお買い物の様子の動画が見たいですということです。ここではですね、ファミリーカーとしてあまり見かけることがないということで書かれているんですけれども、最近ですね、結構自分の周りでは見かける機会がだいぶ増えてきたように感じます。先日もですね、ちょっと鎌倉の方に車レネゲードで出かけたんですけれども、やっぱり海が近かったり山っぽいところもあったり、そういったまあ風景もあることもあるのかもしれないですけども、行きの道で1時間走ってないぐらいの間にレネゲード 4,5 台見かけましたね。自分が今住んでるところの近くもよく見かけるレネゲードが 2,3 台あります。でその乗ってる方々見ると、結構ファミリーで乗ってる方が多いので、実際レネゲード乗ってる方ってファミリーの割合も高いんじゃないのかなと個人的な実感ですけど、そんなイメージがあります。でうちの妻もですね、よく買い物だったり子供の保育園の送り迎えなんかで使ったりもしてるんですけども、やっぱりサイズ感的にですね、運転がしやすい、自分もなんですけれども、住んでるところの周りが狭い道とかもあったりするので、そういった意味ではレネゲードのサイズ感っていうのは本当にちょうどいいサイズ感だと思います。でね、買い物の荷物なんかも車内結構乗るので、特にですね、うちが重宝しているのは後部座席の後ろに、さらにですね、トノカバーっていうんですからね、後ろの荷室の上に天井がついてて、そこの天井のところにですね、ちょっと細々としたものとか置けるようなスペースがあるので、買い物行った時なんかはね、そこのスペースよく使って重宝しています。で次のご質問の方が、レネゲードの購入を検討してたどり着きました、ミラーはキーレス連動でロックと同時に閉じるのでしょうか、また坂道で止まった時に走り出しに少し下がるというコメントを見たりするのですが、実際のところどうでしょうか、よろしくお願いしますということです。まずこのミラーについてはコメントでいただいている通り、キーレスで作動します、開閉します。なのでこちらですね、閉め忘れとかそういったことはないです。でこの坂道についてはおそらく坂道発進の時にちょっとグググッと下がったりする症状があるかということなんですが、こちら当時自分のコメントでは坂道について特にそういったことはないという内容で回答しているんですが、それからですねしばらく乗っていて気づいた点として、結構急な坂道に関しては坂の途中でちょっと止まっちゃって坂道発進する時なんかにやっぱりちょっと下がることは感じることはありました。ただですね、こちらに関しては購入当時にディーラーさんからですね教えていただいたんですけれども、レネゲードの方にはですね電動のパーキングブレーキが標準で装備されているんですけども、そちらですね一度坂道で止まった時にそのパーキングブレーキかけます。でそのパーキングブレーキがかかった状態でドライブでアクセルを踏むと自動にですねそのパーキングブレーキが解除されるんですね。なので坂道発進の時はそれを利用してですねパーキングブレーキを作動させて発進することで、この坂道での下がりっていうんですかね、それがなく発進することができました。なのでですね、そういったまあ急な坂道などではこれを活用してみるといいのかなと思います。ただこちらですね、個人的にそのディーラーさんに教わった内容なので、詳しくはですね試乗される時とか購入元のですねディーラーさんの方にも確認していただけると良いのかなと思います。はい、次はですねこちらアドバイスいただいたんで、ぜひ皆さんにシェアをしたいと思います。前洗車した時の動画を、アップしているんですけれども、その中のコメントで、レネゲードのリアランプ周りは
高圧で洗車すると水が入るらしいので、ライト周りは避けてやるといいですよということで、うちはケルヒャー使って洗車してるんですけれども、その高圧洗浄をライト周りにかけてしまうと、どうやらそのライトの内側に水が入り込んでしまうっていうことらしいんですね。なのでそこを避けてやった方がいいですよというアドバイスいただきました。これに関してはですね、自分は今まで知らずにですね、こうひたすら車体全体をこうケルヒャー使って掃除してたんですけども、このですねアドバイスいただいたので、今後はですねこう気をつけてちょっと避けて、そこは丁寧に手洗いなどしてですね洗車していきたいと思います。ありがとうございました。はい、ということで全てのコメントはご紹介しきれなかったんですが、できる限りですねこの動画で今回お話をさせていただきました。今後もですねこのレネゲードはもちろん我が家のですね日常なんかも Vlog といった形でお送りしていきたいと思いますので、ぜひご視聴のほどよろしくお願いします。またですね今後気になったことだったり、まあ、たわいもないですね感想でもいいので、コメント、そしてですねチャンネル登録いただけるととても嬉しいです。では本日の動画はここら辺で終わりにしたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。それではさようなら、バイバイ。